環境の面で結構困ったことがありましてなんかこれご褒美じゃなくていやこれなんかもう罰ゲームに近いなと思ってブレアサイクリング山崎です、えー、前回は雑誌サイクルスポーツの全日本店長選手権で優勝した話を見ていただきました今回はその雑誌の景品 優勝した。その景品でもあります。1年間の連載とまその裏話をご紹介したいと思います。こちらにその1年分のま連載した雑誌が置いてあるんですけど、その紙面はこういう感じです。1ページなんですけど、ま白黒で文字がびっしりみたいな。こういう感じです。内容はもう好きなことを書いてもいいんで。まあ何でもいいんですけど。 まあ自分的にはまあ皆さんがロードバイクに乗っていく上でまあこうためになる話っていうのを書きたいなと思って書かせていただきました。まあ、例えばまあこの回でいくと,と伸びしろを作るトレーニングはこれだとかあとは自分が自転車を買い替えた時の新しいバイクのえ紹介とかえあとはまあフランスに行ってた時にこういうことを学んだとかまあ 自分が経験したようなことをいろいろ書かせていただきました。で結構まあ1ページだけなんですけど、まあ、自分でこの紙面を書くっていうのは結構大変で、まあ、内容も企画も逆に決まってないんで、まあ、それがこうよくも悪くもあの好きなことを書ける分にいろいろ考えることも多くて、まあまあ、毎月20日発売で、まあ、締め切りはもう10日なんですけど。 8日か9日くらいにはなんとか原稿を入れて、まあ、1年間1回もまあ担当の方からは「まあ、山崎さんまだですかね」ってまあ言われずに1年間やりきったんで、まあ、それはなんとか良かったかなと思ってます。でも、まあ、1年間結構原稿を書くっていうのはまあ初めてのことだったんで。 12回書いてるうちになんかこれご褒美じゃなくていやこれなんかもう罰ゲームに近いなと思ってまあ店長選手権このあと何年も続いていくんですけどまあ次変わられた方もなんかもうだんだんこう書くのは本当にねみんなまた自転車に乗ることは多分得意でいくらでも乗れると思うんですけど書くっていうのはまた別の仕事なんでだんだんこの景品自体が もう罰ゲームみたいなそういう扱いいい扱になっていきましたそれでまあ反響なんですけどまあうちのお店に来るお客さんとかも「今月の記事読んだよ」とか「あの書いてあった内容よかったね」とか結構まあ声かけていただいてあとはまあ意外とまあびっくり驚いたのが結構県外のレースとか行った時にまあレース会場とかで。 あの「最速店長の方ですよね」とか声をかけていただいて「でまああの内容いつも見てます」とか「何月後のあの内容はトレーニングやってみたんですけど、まあ、結構ためになってよかったです」とか「まあ、店長さんみたいな方のいるお店が近くにあったら行きたいんだけどね」とか、まあ、そういうことを言っていただいていや,やっぱなんか。 サイクルスポーツの力は結構偉大だなと思いました。あとはまあ裏話というか反響の面で結構困ったことがありまして、まあ雑誌が発売されるのは毎月20日なんですけど、まあ20日に本が並びますよね。そうすると翌日の21日とか22日の1日間後になると。 必ず店の電話が結構なるんですよね。ほとんどがその雑誌の内容で見たことのえっと質問とかなんですよね。で、まあ一番まあ乗り方とかのまあ質問とかだったらまあそれはまあ自分もそういう役目としてこれをいただいてるんでまあしょうがないなと思って答えるんですけど、自転車をこう買うときにこう 例えばこのモデルとこのモデルで悩んでるけどどっちにした方がいいかとか自分の脚力にはどっちが合ってるかとか結構そういう相談の電話が多いんですよね。で長いんですよ。もう20分とか30分とかもうずっとこう永遠聞かされて多分まあ思うのは多分自分がどう答えてもその方は多分こう背中を押してほしいだけなんで。 まあ多分自分を答えることは多分あんまり関係ないんだろうなと思いながらこうだんだんなんかこう受話器もこうなっていくんですけどまあでも一応あの誠実には一応答えたつもりですまあそれでまあおかげさまで1年間の連載が終わりましてまあ店長選手権またこう。 あるんでまあ、それで勝てばまた連載っていうのはまあ続くんですけど、まあ、まあ続いたら大変なことですよねもう書く内容もなくなってくるんでまあ、それはそれなんですけどでまあ次、えー、優勝された方は何か自分が優勝した時の表紙はツールドフランスなんですよねこれは総合優勝したオーストラリアのカデル・エヴァンスです。なんですけど。 その翌年からは優勝者の方が表紙になるっていう。なんか、あれ、俺的にはなんかあれって感じなんですけど、まあでもそれはまあ店長選手権の価値が高まってきたということで、すごくいいことだと思います。これはえっと大石さんです。僕が昔お世話になった。元全日本チャンピオンの方です。ま、この方はもうあの店長選手権で優勝しなくても表紙になるような方なんで。 でまあ、この企画が1年間何とか役目をちょうど終えた頃に、まあ、とある別の、えー、思いもかけないこう仕事がバタバタっとこう舞い込んでくるんですけど、まあ、こちらなんですけど、まあ、次はその話をしたいと思います、まあ、チャンネル登録まだの方は次の話も面白いかもしれないんでまたぜひよろしくお願いしますありがとうございます